話したぜ。忘れたとは言わせない。ルフィ、てめえのおかげで警察に追いかけ回されて汗かいちまったじゃねえかよ。へえ、公園の掃除かよ。じゃあついでにお前も掃除してやるよ。油断大敵って。あれ、危ねえよ。てめえ、この野郎。くせ。おりゃ。出る。そうやっちまったな。あんたは。なんで小馬さんが。そいつにその力やったのは俺だよ。地球征服を企む宇宙人のボスはあんただったの。だがその力で人を傷つけるのはルール違反だったよな、植木。よって植木康介、お前には罰を与える。罰？はぁ、小馬戦が神様候補って、なんだよ今時神様って。お前が正体を教えろって言ったんだろうが、森。いいか、この世には俺を含めて100人の神候補がいてだな。そいつら各々が選んだ中学生一人一人に力を与えんだよ。そんでそいつらを戦わせて一番になったやつの神候補が次の神様になれるってことなんだな、これが。小馬戦に呼ばれて職員室行った。なんか最近植木のやつ雰囲気変わった。やっぱそう思う。うん、すっごい嫌悪感感じる。私もなぜかすごくぶん殴りたい。植木が急に女子どもに嫌われ出したのは植木の女子に好かれる財が消えたからだ。財？財ってのはまあ才能のことだな。才能？つまりあいつはゴミを気にする能力で人を傷つけるたび自分の才能を一つずつ失っていく。それが俺が言った罰ってやつだ。なんでそんな力を植木に与えたのよ。ありゃ半年前かな。たくさんある力の中から一つくれてやるって言ったら。いらない。いらない？そうか、さてはことの重大さに気づいてないようだな。いいだろう。はあ、さすがに驚いたようだな。じゃあこれを元に戻す力ってのもあるの？あ、もちろん。ちょっと貸して。おう。どうだ、こいつはゴミを気にする力だ。しょぼい力だろ。ま、これはおまけみたいな力だが、他にもっとすげえ力。もうこれでいいよ。え、めんどくさいからこれでいい。あ、玉ねぎ買い忘れてる。めんどくさい。やべえ、店閉まっちゃう。玉ねぎ。感謝の言葉一つなくあいつは走り去っていったよ。
まあ大事を起こさねえように両手で覆えるものって限定はつけてるけどな。半分以上押し売りじゃない。全部じゃない。じゃあその財がゼロになると植木はどうなっちゃうのよ。あ、そりゃあ、まああれだ。なんだ。植木康介消滅。財別にいらねえじゃん、才能なんてさ。いらねえじゃんって。何そんなにムキになってんだ、俺のことなのに。ちょっと待ちなさいよ。あれが小林さんが言ってた植木くんか。おう、ワンコ。このゲームの報酬、空白の財のことまだ話してないみたいですね。手にしたものは好きな才能を一つだけ書き込める空白の財。白くも染まれば黒くも染まる。善の者が手にした場合、これほど夢のある力はないが、悪の者が手にした場合、夢を叶えるどころか人の夢まで食われかねん。だからこそ空白の財を手にする者はよりすぐらなければならない。それに値する奴を僕は探してきたつもりです。彼はどうなんですか。まだ決めてねえ。エントリー締め切りまで残り1週間だ。植木、そろそろお前の正義確かめさせてもらうぜ。ちょっと聞いてるの植木。なんだ、夢か。天丼食ってる夢。しっかり食べてたわよ。あんたこのままだと消えちゃうんだよ。天丼食ってる場合じゃん。こいつ日の国中最強最悪の超危険男、鈴木さくら。一夜にして超でかい賊を沈めちゃったとか、熊を一撃で倒しちゃったとか。今植木とこんな奴がトラブルを起こしたら何すんのバカ。バカじゃと。面白い。あいつを最終確認テストに使おう。いたぞ、あそこだ。ちっ、もう来たかい。何すんのじゃい。森、お金払っといて。待てやっと巻いたか。まったくしつこい奴らだったな。なんじゃ言われこら。まだおったんか。はよ、俺一回ボケ。無理無理、これ全然外れないんだもん。んなわけあるか。ボケ。なんて外れたち。さくらにくっつけときゃ植木もトラブルに巻き込まれんべ。植木の正義を試すや、これが一番手っ取り早い。そういえばお前、なんで逃げてんだ。わしを追っとんのは黒岩とかいうクソ医者じゃ。わしはああいう人種が大嫌いじゃげんの。そいつの愛車に犬のクソばらまいてやったんじゃ。まさにクソ医者じゃぞ。嘘つくな、このデカ男。ん、あいつの車に犬のクソばらまいたの俺じゃねえかよ。あの黒岩って医者は悪い医者なんだ。病気でずっと苦しんでる母ちゃんを。お前はただそこを通りかかっただけなのに、なんで俺なんかかばうんだよ。じゃが死んじゃんボケ。かばう、誰が悪なんぞかばうか。わしは昔からこのなりじゃけ。周りの連中は何でもかんでもわしの仕業と決めつけよるんじゃ。んなもんいちいち弁解してられるかボケ。じゃあなんで逃げ回ってんだ。あんなやつらぶっ飛ばしちゃえばいいじゃん。お前強いんだろ。わしは人を殴らんと決めたんじゃ。あるやつとの約束じゃけんの。やっと見つけた、このクソガキャ。いたって、あれ、これってどういう状況なの。あ、外れた。デカ男は俺をかばって。ああ、思い出した。お前
自分のレベルの低さを分かっていないクソガキだ。ああ何さらすんじゃおのれ。自分で飛び込んだんじゃないか。なんだよ、また飛び込んじゃったよ。あれ、お前もあのクソガキの仲間？うん。道理でバカっぽい顔してるね。お前も一緒に飛び込めよ。ゴミはゴミ同士でさ。あいた。やってしまった。財を失うことを恐れず力を使えるか。植木、お前の正義ここで見極める。仕返ししろって言ってるんだ。あれ、我の相手はわしじゃろうが。知ってるぞ、お前人殴れないんだって。引けないんだな、そういう顔しちゃ。植木、力を使えば財が減っちゃうのよ。財を失うことを恐れず力を使えれば、お前の正義は確認でき。使わなかった。やはり植木、お前にも正義はなかったか。ゴミが見当たらん。いいか、この世は全て金次第なんだよ。金を持ってる僕はお前ら庶民より常に偉いんだよ。しまった、まさかこの辺一体大掃除の跡だったとは。ああ、なんだよその目。おとなしく座ってろよ。あ、ごめん、人殴れないんだっけ、お前。だから睨むしかないんだ。なんで、なんであの鈴木さくらがやられっぱなしなの。すぐに切れて暴れまくっちゃうようなやつの。わしは約束したんじゃ、人を殴らんと。ん、気に入らないな、お前のその目も。友達傷つけられて怒ってんの。バカ植木、力も使えない状況で何相手を怒らせてんのよ。もう世話やかせんじゃないのよ。黒岩のやつマジでどうかしとるぞ。ここにもゴミがない。ゴミは圧縮して捨てなきゃな。あんな約束さえなけりゃこんなことに、こんなことにならんかったんじゃ。バカ者、喧嘩は禁止だと言ったじゃろうが。さくら、話はまだ終わっとらん。わしは強くなりたいんじゃ。さくら、実戦なら確実に強くなれる。こんな道場でちんたらやっとれるか。
やっとくたばったか。さすがの怪物も不意をつかれちゃひとたまりもねえってか。実戦なら強くなれるんじゃなかったのか。なぜ強くなれんのかわかるか。お前は自分のためだけに強さを得ようとしているからじゃ。誰かのためにじゃ、さくら。誰かのため、誰のじゃ。それはお前が探すよ。人を殴らんと約束するなら、そのうち見つかる。そのうちな。一年経っても見つからんのはどういうわけじゃ。ゴミがない。なんだよこれ。やだよ、やめてよ。なんでなんだよ。誰かのためにじゃ、さくら。誰かのために。バイバイ。誰かの、誰かのためにじゃ。しまった、さっき無知でやられたとこや。今だ、行け。止める。おかしな手品使いやがってね。ゴミ野郎が。ゴミだって役に立つんだ。他の神候補どもがどんな中学生連れてくるか知らねえが、自分の財を捨てられねえ半端正義野郎ならどの道最後まで戦い抜きやしねえんだ。エントリーするなら最低限これくらいのやつでなきゃ意味なしぐってもんよ。ちょっと聞いてんの。最終確認テスト。私の許可なく使っちゃダメよ。あんたの力合格だ。俺は植木康介をエントリーする。